しく。この名前でいいですか？はい、登録完了です。それじゃ、頑張ってね。誇り高きミニ四レーサー諸君、世界最速の座をかけて我がスクールが主催するレース大会に招待しよう。腕に自信のある者はぜひ参加してくれたまえ。さらなるミニ四駆発展のため諸君らの健闘を期待しているよ。はははははは。
アストロレンジャーズ、シルバーフォックスの言う。ま、お前ほどのレーサーなら招待されていて当然か。世界グランプリ前の武者修行みたいなものさ。僕に招待状が来たということは他のチームの人間にも言っていると思ったしな。お前も観光に来たってわけではないだろ。確かにな。まあ本来ならオメガが本調子でないこの序盤で君のようなレーサーと戦うのは少々分が悪いが仕方あるまい。それはこっちも同じ条件さ。お前ほどのレーサーがどれだけ腕を上げたか俺も知らない。だがいかなる状況下でもパーフェクトに勝利するというのが俺たちアストロレンジャーズのスタイルだ。悪く思うなよ。別に僕も負けるとは言っていないさ。僕もチームの仲間に優勝を誓った以上こんなところで負けるわけにはいかないからな。そうなら無駄話は終わりとしよう。お前が相手ならバックブレーダーもいい調整になる。お前もここなら全力が出せるはずだろう。心配しなくても全力で行かせてもらう。手を抜いて勝てるほど甘い相手ではないことぐらい分かっているつもりだ。そうか、ならお互い全力勝負といこうか。あ、次のグランプリ開催前に各チームの実力を測れるいいチャンスだ。オメガの調整も兼ねて相手をしてやる。 OK。これも勝負だ。悪く思わないでくれ。なんだと？よし！なるほど。まさかここまで速くなっているとはな。これじゃ以前のデータは全く当てにならないはずだ。いや、お前と僕との実力差はほとんどなかった。運が悪ければ今回の勝利は君のものだったはずだ。たとえそうだったとしても運の良し悪しで結果が出るようではパーフェクトとは言えん。この勝負完全に俺の負けだ。ブレッド帰ったら対シルバーフォックス用の作戦は一からやり直しだ。ああ、僕もグランプリ前に君と戦えたのは幸運だった。バックブレーダーの実力確かに見せたかった。だが次は今回のようにはいかないぜ。次も勝たせてもらうさ。この借りはグランプリで返させてもらう。優勝してこい。君のおかげでいい調整ができた。ありがとう。
ですの。三国藤吉でゲス。また随分と強敵に出くわしてしまったものでゲスな。世界グランプリ優勝チームのメンバーにそんなことを言ってもらえるとは光栄だな。それとも何かの作戦かい？ユーリ君みたいな真面目そうな人間に何かを言ったところでそれほど効果があるとは思えないでゲス。単純にユーリ君個人の実力で見たらこんな序盤で戦うのは臆測じゃないと思っただけでゲスや。それはこっちも同じことさ。僕もまだオメガの調子が完全とは言えない。それに君の新マシンの実力もまだ把握しきれていないからな。なるほど、お互い条件は同じってことでゲスか。そういうことだ。でもちょうどいい、ビクトリーズのマシンが相手なら相手に不足はない。ここでオメガの調子を完全に仕上げることができそうだ。ま、確かに会ってしまったものは仕方ないでゲスな。それじゃあせっかくでゲスからわてもここでユーリ君に勝って弾みをつけさせてもらうとするでゲス。悪いが僕はこんなところで負けるわけにはいかない。勝たせてもらうよ。それはこっちも同じことでゲス。こんなところで負けてしまったら後でみんなに何を言われるかわかったもんじゃないでゲス。ユーリ君には申し訳ないでゲスが、スピンバイパーの性能を見せる代わりにここで消えてもらうでゲスよ。ああ、望むところだ。それじゃあ行くでゲス。頼んだでゲスよ、スピンバイパこれも勝負だ。悪く思わないでくれ。ギギ。危なかったが、なんとかかわせたみたいだな。負けてしまったでゲス。やっぱりこんな序盤でユーリ君に出会ってしまったのは失敗だったみたいでゲス。僕も君のマシンに勝利できたのはマグレに近かった。
さすがはビクトリーズの新マシン。やはり総合的なポテンシャルはオメガよりはるかに高いみたいだな。いい勝負をさせてもらったよ。スピンバイパーを褒めてくれるのはありがたいでげすが、負けてしまってはどうしようもないでげすよ。すまない。だが君のおかげで今回のレースに優勝できる自信がついた。祖国のみんなの期待にも応えることができそうだ。そうでげすか。本当はすんごく悔しいんでげすが、仕方がないでげす。ワテが負けたのに仲間の誰かに優勝されてしまうのも悲しいでげすから、今回に限ってはユーリ君を応援することにするでげす。頑張ってほしいでげす。任せてくれ。君のためにも頑張らせてもらうよ。でも次は覚悟しておくでげすよ。